にちゃん、ほっこり、バーナーシー。若い頃、すぐ氾濫する川のそばに住んでて、記録的な大雨の後、冠水した道路に大量の船が、じっと死ぬのを待ってるように浅い水たまりの中にいて、たまらない気持ちになり、バケツに片っ端からすくい上げては川に戻しに行く、というのを何往復も繰り返していて、道端のおっさんが、あんた、何してんの？と声をかけてきて、船を川に戻してます。というと、2往復くらい、バケツを持つのを手伝ってくれて、あんた、いつか船が、恩返しに来てくれるよ。と、声をかけられ、船がいつか、恩返しに来てくれるのかー、と、漠然と心にずっと残ってたのだけど、最近、ふと夫の誕生日が、2月7日で、船の日、であることに気づいて、ああ、と思い、夫に、あの時の船なの？と、震えながら聞いている。また、見てねー。